1994年ベルギーグランプリは、1994年の F1 世界選手権第11戦として、1994年8月28日にスパフランコルシャンで開催された。シーズン序盤に重大事故が続発したことを受け、スパフランコルシャンの超高速コーナー、オールージュが試験員に変更された。予選は2日間とも名物のスパウェザーに見舞われた。 初日の1回目では、コースコンディションがウェットからドライへと変化する中、ドライ用のスリックタイヤでアタックしたルーベンス・バリチェロが暫定ポールポジションを獲得。翌日の2回目は、ウェットコンディションとなり、バリチェロがコースインせず、ピットで状況を見守る中、誰にも初日のタイムを破られることなく、バリチェロの初ポールポジションが決定した。フル参戦2年目のバリチェロは、 22歳と96日での最年少ポールポジション記録を樹立した。また、上段チームにとっても初ポールという二重の喜びとなった。決勝当日は安定したドライコンディションでレースが行われた。初優勝なるかと注目されたバリチェロだがオープニングラップの決めるストレートでミハエル・シューマッハに抜かれ、さらにジャン・アルジンにも抜かれ、以後もポジションを下げると、 20周目にスピンアウトして、レースを終えた。アレジも2周目にエンジンブローでリタイアし、その後はシューマッハが後続を引き離して、独走体制を築く。シューマッハは19周目に、下りの高速コーナー、プーオンの出口でオーバーランして1回転スピンを、喫するも、すぐに体勢を立て直して、走行を続けた。チャンピオンシップのライバルであるデーモンヒルは、 チームメイトのデビット・クルサードとの争いに手間取り、シューマッハ追撃には至らなかった。シューマッハは昼に20秒近くの差をつけて、トップチェッカーを受け、今季8勝目を達成した、と思われた。しかし、レース後の再車検において、車体底面に装着している木製の板が規定の、厚さよりも1.6ミ、mm、リメートル薄いことが判明。ベネトンチームは、 単独スピンの際に縁石に吸って削れたと主張したが、審判団は問題の箇所とは異なるとして、抗議を認めず、レース5時間後にシューマッハの失格が決定。2位以下の順位が繰り上がり、ヒルが優勝者となった。すでにサーキットを離れていたシューマッハは、友人宅で行われた縮小パーティーの最中に、この悪い知らせを聞かされた。シューマッハの失格は、 イギリス GP の国旗虫に続いて、今期二度目であり、ベルギー GP 後には、ペナルティとして2戦出場停止が決まっている。ありがとうございます。